155は、ドイツ海軍が、かつて運用した、U ボートナインク型潜水艦。U-155 は、1941年5月12日に、浸水し、8月23日に、アドルフ・ピエニング指揮下にて収益した。1944年8月から11月にかけては20歳の、ルートヴィヒホン・フリーデブルクが指揮を取り、戦争中最年少の U ボート艦長となった。 1942年2月7日にキールを出港し、紹介任務に就いた。U-155 は、北海を航行し、フェロー諸島とセトランド諸島の間を通り大西洋に、向かい、2月22日に、グリーンランドのファーベル岬南に手に様とアデレンを沈めた。その後、アメリカ東海岸に移動し、3月7日に、ノースカロライナ州沖で、 アラブタンを沈めたが、10日には監視員1名が、船外に投げ出される事故があった。U-155 は3月27日に、ドイツ占領下にあるフランス大西洋岸のロリアンに入港した。1942年4月24日にロリアンを出港し、U-155 はカリブ海東部及び大西洋を紹介した。U-155 は5月14日に、 グレナダ南西にて、ブラバントを撃沈し、その後さらに6隻の船を沈めた。そのうちの1隻、シルバン・アローは5月20日に雷撃を受けたが復旧が、試みられ、沈没したのは8日後であった。U-155 は6月14日にロリアンに寄港した。7月9日にロリアンを出港し、2度目と同様の海域を紹介した。 U-155 はバルバドスの東にてバルバセナを雷撃により沈めたが、ピアーブは機銃により撃沈した。その後排水量6000トンの貨物船、クランフォードを撃沈し、負傷した2人の生存者は U-155 に救助された。8月19日には航空機の攻撃を受け1名が船外に投げ出されたが、3度目の紹介では合計10隻を沈めた。 1942年11月15日には、ジブラルタルの北西で、護衛空母アベンジャー及びイギリス輸送船エトリックを撃沈し、大西洋にてセロスケルクを沈めた。5度目の紹介は、カリブ海西部からフロリダ州の海域を紹介した。U-155 は1943年4月2日に、ハバナの西にてリーセフヨルドを沈め、4月3日に、 フロリダ州の北東にて石油タンカーのガルフステートを沈めた。2013年にアメリカ海洋大気庁による海洋遺産の環境修復プロジェクトにて沈没したガルフステートが潜在的な石油汚染源であることが確認された。4月27日 U-155 は気候に向けて航行している際にスペインのフィニステレ・岬北西にて未知の航空機による 攻撃を受けた。航空攻撃による脅威に対抗するため、U-155 は、ビスケーワンにて、U-68、U-159,U-415,U-634 と変隊を組んだ。変隊は6月14日に4機の DH-98 モスキートによって攻撃された。モスキートの1機は、左舷エンジンに、 対空砲を受け、攻撃を中止し離脱した。U-155 の乗員の5名が負傷し、6月16日にロリアン戻った。負傷した乗員は帰港後に U-68 の医師によって治療を受けた。7度目の紹介任務はカーボベルデ諸島の北東を航行したが標的は発見できたかった。8度目の紹介ではブラジルの北東に向かい、 サイレンジャーを撃沈した。9度目の紹介は105日にわたりこれまでで最長であったが、7度目と同様に標的は発見できたかった。1944年9月9日にはロリアンを出港し最後の紹介を行った。U-155 は迂回するルートでドイツに戻り、10月21日にフレンスブルクに停泊した。ドイツ軍の降伏後、u 五十五は、 ビルヘルムスハーフェンからイギリス海軍のデッドライト作戦によりスコットランドへ栄光され1945年12月21日に沈没した。ありがとうございます。